野口英世は、日本の医学者であり、伝染病研究や微生物学の分野で重要な業績を残した人物。彼は黄熱病や結核などの伝染病の研究に取り組み、特に黄熱病のワクチン開発に成功した。彼は微生物学の分野でも重要な貢献をし、日本で初めてつつがむ噬菌を発見した。彼は日本初の細菌学教室を創設し、後進の育成にも力を注いだ。彼は伝染病と戦うために、結核や黄熱病に感染する危険を冒し、自らの身を犠牲にすることもあった。彼は日本人として初めてノーベル賞を受賞することを目指しましたが、受賞は叶いませんでした。彼の業績は世界的にも高く評価され、彼の名声は広まった。彼の生涯は、科学への情熱と使命感、病気との戦いを通じて、人類の健康と福祉に貢献した尊敬される人物の物語です。よかったら、チャンネル登録と高評価、お願いします。